アリー・モレナー・レーシングはかつてロードレース世界選手権に参戦していたオランダのレーシングチーム。1994年から2010年までの17年間 125cc クラスを主戦場に活動し、青木治親のライディングにより2度のワールドタイトルを獲得したオランダ出身のアリー・モレナーがオーナー。彼は父親のアリー・モレナーが創業したバイクショップ。 アリー・モレナー・モータースの経営に携わりながら、1994年より、自らのチームを、ロードレース世界選手権に参戦させた。日本では、青木三兄弟のうち、セニアツシ、チオそして沼田のリアスが所属していたチームとしてその名を知られる。アリー・モレナー・レーシングは1994年より、ロードレース世界選手権 125cc クラスに参戦を、開始した。 初年度はオランダのベテランライダー、ハンス・スパーンをライダーに迎えた。この年が現役最後のシーズンとなったスパーンは、翌年からはチーフメカニックとしてチームに参加することになった。1995年には 125cc クラスに GP2 年目の青木治親が移籍。父親はシーズン7勝を挙げ、自身チーム初となるワールドチャンピオンに輝いた。 初参戦となった 250cc クラスでは、父親の2つ上の兄の青木信厚をライダーに迎え、千厚氏はシリーズランキング6位となった。翌1996年も、青木兄弟の2クラス参戦の体制が続き、父親は見事タイトルに連覇を果たし、千厚氏はシリーズ7位となった。1997年からはマシンを、それまでのホンダから、 ワークス参戦を開始した、鈴木の RGV ガンマ250に変更した。銅マシンの開発を手掛けてきた沼田のリアスをエースライダーに2シーズンを戦ったが、マシンの性能が芳しくなく、満足な成績は残せなかった。また1997年のオーストラリア GP では、後にスーパーバイク世界選手権チャンピオンとなるトロイ・ベイリスがワイルドカード枠でチームから、 GP デビューを果たし、非力なマシンながら6位に入賞する活躍を見せた。2000年には、ユルゲン・ファンデン、グールベルクオライダーに迎え、チームは最高峰 500cc クラスに、初参戦を果たした。本題の SR500V をベースにテクニカル、スポーツ製のフレームを搭載したマシンで、シリーズランキング13位に入り、ベストプライベーター賞を獲得した。二千一年は、 グールベルクに代わって、青木治親がチームに復帰し、NSR500V を買ってシリーズ17位に入り、2年連続となるベストプライベーター賞をチームにもたらした。2002年はチームは最高峰クラスから撤退し、父親は 250cc クラスで RS250RW の開発を兼ねてシーズンを戦い、シリーズランキングでは14位となった。 2003年は、女性ライダーのカーチャペンスゲンを迎え 250cc クラスを戦ったが、ノーポイントに終わった。2004年と2005年は 250cc クラスに、チェコのヤコブシュムレツ、125cc クラスに、地元ランダのレーモンドスカウテンの体制で戦ったが、両、クラスとも成績は低迷した。2007年からチームは 125cc クラスに、 集中することになった。人材派遣会社のデグラーフがメインスポンサーにつきエントリー名はデグラーフグランプリとなった。2008年にはケニー・ロバーツの支援を受けたアメリカ人ライダーのスティービー・ボンセーがシリーズ15位の成績を残した。2009年はチーム在籍3年目となるイギリスのダニー・ウェブと KTM から移籍してきたスイスのランディ・クルメナッ派が ファクトリースペックのアプリに RSA125 を買ってシーズンを戦った。2010年シーズンはスイスの建設会社であるスティパがメインスポンサーにつき、チーム名はスティパ・モレナーレーシング GP となった。チーム2年目のクルメナッハのチームメとトは当職エンティンジャケが務めたが3戦目からはルイス・サロムに交代となった。クルメナッハは 全17戦中15戦でポイントを獲得して、年間ランキング9位を記録、サロムもランキング12位に入る活躍を見せた。2011年は、サロムが残留し、チームメイトには新たに、オランダのジャスパー岩山が加入する予定だったが、このシーズンから、地元、オランダでのモートジッピーの放送がなくなってしまった、ことからスポンサーに降りられてしまい、資金難に陥った。 モレナレーシングは活動停止を余儀なくされた。なおサロムは、旧チームスタッフの一部により新規結成された、RW レーシング GP チームから、岩山は、イタリアのフォンタナレーシングから継続参戦できることとなった。ありがとうございます。